はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回は2025年度前期朝ドラ作品アンパンですね。このアンパンヒロインの音役が北村匠海さんに決定しましたので、遅くなりましたがヒロインの今田美桜さんのヒロイン選考とともに、どのような物語なのかについても合わせて紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまずアンパン、どのような物語なのか紹介していきたいと思います。まず放送時期ですが、2025年度前期朝ドラ作品ということで、現在放送中の虎に翼の次におむすび、その次がアンパンということになります。ですから来春の朝ドラということになります。アンパンのストーリーですが、国民的アニメアンパンマンを生み出した漫画家柳瀬隆さんとその妻小松信さんがモデルの物語。戦争を生き抜き波乱万丈の人生を送った柳瀬さんと、それを支えた妻の愛と勇気を描く物語のようです。漫画家夫婦をテーマにした朝ドラは2010年に放送されましたゲゲの女房以来となり、今回も漫画家の妻を主人公にした物語となっていくようです。最近の AK 制作朝ドラ作品ですが、史実のモデルとなった人物の波乱万丈の半生を描く従来型の朝ドラの王道のパターンが続いているなと思いました。らんまんでは植物学者牧野富太郎がモデルとなっており、現在放送中の虎に翼も日本初の女性弁護士の一人三淵義子がモデルとなっています。それに次ぐアンパンでは漫画家柳瀬隆さんをモデルとして描くということで、史実もの3連ちゃんとなっています。皆様、史実ものが続きますが飽きられていないでしょうか。私は虎に翼の次に BK 制作のおむすびが唯一のオリジナル作品ということで、ここでちょっと気分転換したいかなと思います。前置きが長くなりましたが、ヒロイン選考について紹介したいと思います。ヒロイン浅田信役に選ばれたのは今田美桜さんです。このヒロイン役の決定は今年の2月2日にありましたね。ヒロイン選考は3365人が参加したオーディションによる選考だったようです。最近のヒロイン選考はオーディションではブギウギの趣里さんやおむすびの橋本環奈さん、虎に翼の伊藤沙莉さんは直接の指名だったようです。余談になりましたが、アンパンマンを生み出した漫画家柳瀬隆さんの妻小松信さんをモデルとした浅田信としてドラマでは描いていきます。今田美桜さんは朝ドラは初出演はおかえりモネ、先輩気象予報士でしたね。そして2度目の出演で主演に大抜擢となっています。一方、アンパンヒロインの夫役柳井隆役に選ばれたのは北村匠海さんです。ヒロイン役今田美桜さんの夫役に北村匠海さんが決定した後、 NHK 公式より発表がありましたのは昨日の4月26日です。北村匠海さんが演じるのはヒロイン浅田信の夫柳井隆役。柳井隆の史実のモデルはアンパンマンの作者柳瀬隆さんです。キャスティングはプロデューサーのオファーによるものだったようですね。北村匠海さんは朝ドラ初出演で主人公の相手役に大抜擢ということになります。北村匠海さんは朝ドラでは夏ドラのオーディションに参加されたようですが、残念ながら落ちたようですね。今田美桜さんとの共演は2021年から2023年に映画化された東京リベンジャーズシリーズで共演されたようです。
それでは最後に今回のキャスティングの感想を述べて終わりたいと思います。今田美桜さんと北村匠海さんのコンビを聞いてパッと思い浮かんだのが朝ドラランマンでした。主人公役の神木隆之介さんとその妻役の浜辺美波さんのコンビが思い浮かびましたね。今田美桜さんは民放ゴールデンプライム帯で主演が務まる若手の旬の女優で、現在春ドラマ花咲舞は黙っていないで主人公役を演じられて活躍中ですね。その相手役に演技力に定評のある北村匠海さんが選ばれ、今田美桜さんも心強いのではないでしょうか。私が初めて北村匠海さんの演技を拝見したのは、浜辺美波さんが主演した映画君の膵臓を食べたいでした。若いのに落ち着いた演技をしているのに非常に驚かされましたね。柳瀬隆さん曰くドキンちゃんは奥様のぶさんがモチーフになっているようです。今田美桜さんもドキンちゃんそっくりですよね。ハマり役になるのではないでしょうか。ということで、ランマンに匹敵する最強コンビ、期待できる作品に仕上がっていくのではないでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。